京三つ姫ですか。珍しいのね、逃げるなんて。でもね、もう決めた。あなた、この手。信長様、早くお逃げください。それでは光秀に王手これまい。楽しませてくれるな。ノー光秀。これで信長様も出てこざるを得まい。さもなくばこのまま炎の中へ消えるか。あの人、炎の中で果ててほしくない。あなたの命、この胸か。どうしたの？怖いなんてことはない。敵将討ち取ったわ。おのなぜ裏切る。我が妻が。妻だからでしょ。わかりませんか。おや方様。影武者。影武者を抱かせるた。殿も罪深きゃこて。おの信長を抱きたければ岐阜まで来い。信長を探せのです。逃がしてはなりません。たとえそれがムクロであろうとです。影武者を抱いても何も感じない。今ここを離れないと。光秀、あの人の命あなたに渡せないわ。なぜ無駄死にしようとするのか。
もう一回。あなた様にも消えていただきます。敵将を討ち取ったわ。身はおしまい。この心差しを。消えてくれない？私の志は姫君様。安心なさい。あの人は必ず私の手で。でも志よりもっと深いもののために。覚悟はよろしいのですか？姫君、無駄に道山様の命をお忘れになれるそんな感じ。無駄ね。かわいいのね。あの人にすべてを欲しがる。無駄ね。私よ、敵将打ち取ったわ。惜しまれる命ではない。これでいい。いい勝負にしようぜ。しては立派に死ねたもんだ。
手柔らかに頼むわ。岐阜に帰るなんて気が利いてるのね。すべてあの城で始まってあの城で終わる。落ちてみない？深い闇。